はい、こんにちは。今日は同志社大学の問題です。問題はこちらです。括弧1、 x 大なり0の時、こちらの不等式を示せ。括弧2は、この極限値を求めよう。括弧3は、平均値の定理を用いてこちらの極限値を求めようといった問題ですね。まずは括弧1、この不等式を示していきましょうか。これこっちとこっち2つ分けて、じゃあまずこっち左側から示していきましょう。これは右辺引く左辺、これが正になることを示せれば OK と。つまり、ログの1たす x、マイナス x プラスの2分の x 2乗ですね。今これをこっち持ってきて、これが正であると。これを示せれば OK ということになります。じゃあ、これは fx、これを fx と置いて、これ微分してやっていきましょうか。これ微分すると1たす x 分の1、マイナス1プラスの x ですね。で、これ通分すると1たす x 分の2して1。で、これマイナスにすると1マイナス x になるので、ここの部分ですね。で、これに1たす x をかけるので、結局これは1マイナスの1マイナス x 2乗になるので、1が消えてプラスの x 2乗ですよと。つまり1たす x 分の x 2乗になるので、これ正ですよね。今 x が正の範囲ですから、これ正ですよと。ということで、結局、まあ、増減表を書くと、x、f'x、fx で、x は今正の範囲で、単調増加ですよね。ずっと上がっていくよと。で、x が0の時には0代入すると、ログ1は0、0、0ですので、0からスタートして、そこからずっと上がっていくよってことですから、x が正の範囲ではずっと正ですねと。これを示すことができました。まあ、これで左側おしまいです。まあ、続いてこの右側の不等式示していきましょう。これはこれ引くこれが正を示しましょう。x マイナス2分の x2 乗マイナス3分の x3 乗マイナスログ1たす x。これが正を示したいよと。これを示しましょう。じゃあ今度これ gx とかって置いて、これ微分してやっていきましょう。微分すると1マイナス x プラス、マイナスの、あ、こうプラスですね。プラスの x2 乗ですね。で、マイナスの1たす x 分の1。これ通分して1たす x 分の2すると、これ1たす x かけると、1たす x3 乗になりますね。で、マイナス1になるので、まあ、結局これ消えて、こうなるよと。つまりこれも正ですよと。これ正が言えるので、まあ、これもこれと一緒ですね。単調増加ですよと。x、g'x、gx で、x が正の範囲で単調増加ですから、x が0の時はっていうと、0代にすると全部0になるよと。ということで、0からスタートで単調増加ですので、正ですよと。これを示すことができました。これで括弧1はおしまいです。続いて括弧2です。これ n を無限大に飛ばしてみると、これ n の、この n っていうのはログの、ここの n 乗になるので、括弧のログの1たす n 分の1の n 乗ですね。マイナス1と。こんな風に置けますよ。この n はここに書きましたよと。で、これで n 無限大に飛ばすとどうなるかっていうと、結局ここ無限大に飛ばすと、ここ e になりますね。ここ e になるよと。ここが e。つまりログ e ですので、1。1引く1で0になるよと。ここの括弧の中身は0に飛ぶよと。で、ここは無限大に飛ぶよってことですから、無限大 ×0 っていう形で、不定形の形ですね。ですので、このまま、無限大に飛ばして何か値が求まるかっていうと、そうではないな。じゃあ、ちょっと工夫する必要があるなということですね。ということで、この括弧1の結果を使って、うまく、挟み撃ちの原理でやっていきましょうと。じゃあ、x に n 分の1にしてあげれば、この形ができますよね。この括弧1の結果を使って、x を n 分の1にして置き換えてやっていきましょう。そうすると、ログの1たす n 分の1になるよと。ここですね。n 分の1に変えると、n 分の1マイナス 2n2 乗分の1ですよと。で、これよりは大きくて、で、こっち側は n 分の1マイナス 2n2 乗分の1たす 3n3 乗分の1ですね。と。こうなります。今、x を n 分の1にしましたよと。で、これが成り立っていて、次、ここに n をかけたら、これに n をかけると、ここ n をかけると1。で、2n 分の1。1。2n 分の1の 3n2 乗分の1と、こうなりますね。で、これにマイナス1するので、これマイナス1。マイナス1すると、ここ1が消えて、こうなるよと。この不等式が成り立つよと。で、あと最後 n をかけるので、これに n をかけると、こうなるよと。これ n をかけると、これ消えて、こう消えて、こうなるよと。ということで、今この不等式が成り立ちますよ。括弧1の結果を使うとこれが言えているよと。ちょうどこの真ん中のこの部分がこれですから、これで n を無限大に飛ばしましょうと。ここで n を無限大に飛ばすと、ここはマイナス2分の1。で、ここはマイナス2分の1ということで、これはマイナス2分の1に飛びますよということが言えますね。ということで、この値っていうのはマイナス2分の1に収束するということが言えて、括弧2はおしまいです。
続いて、カッコ3です。これも不定形の形ですね。無限大に飛ばすと、ここは E に飛んで、E-E で、このカッコの中身は0。で、無限大ですので、無限大 ×0 って形で不定形の形だと。じゃあ、工夫しましょうと。じゃあ、平均値の定理用いてってことですので、これを使ってやっていきましょう。あとは、このカッコ1の結果使って、この形をまず作りましょうか。じゃあ、さっきと同様に、X に N 分の1を代入すると、ログの1たす N 分の1ですよと。で、今、ここの形が出てきますよね。そうすると、N 分の1。マイナス 2n2 乗分の1ですね。で、こっち側は n 分の1マイナス 2n2 乗分の1足す 3n3 乗分の1ですよと。で、次に、ここの n 乗にしたいので、これ n をかけましょう。n をかけると、ここ1になって、2n 分の1、1になって、2n 分の1の 3n2 乗分の1ですね。で、この n っていうのはこっち側につけられるので、これで n 乗になりますよと。で、あとこのログを消したいわけですね。ログを消したいので、この E のなんとか乗っていう形にしましょう。つまり E のこれ乗。で、ログが消えて、E のこれ乗と。こういう形になりますね。ということで、こんな風な不等式になりますよと。今これがここの部分。で、これマイナス E をするので、マイナス E すると、こうなるよと。で、あと最後に N をかけるよと。これかける N と。こういう形になりますね。これかける N ですから、かける N。これかけるn という形になりますよ。で、これが今この部分ですねと。これ n 無限大飛ばすと、要するにこれが同じ値に収束してくれると嬉しいなということですね。で、ここで平均値の定理を使いましょうか。じゃあまずこっち側見てみると、平均値の定理って何かっていうと、まあ、y イコール fx なんか関数があって、まあ、連続関数があって、で、fb 引く fa ですね。b 引く a 分の。これっていうのが f'c となるような c が、まあ、A と B の間に存在するよということですね。これグラフを書いてみると何言ってるかっていうのが分かりやすいかなと思います。今 A から B までの範囲で Y イコール FX っていうなんかグラフがあって、で、要するにこれって何言ってるのかっていうと、これ分のこれですね。つまりここの傾きを言ってますよと。B 引く A 分の FB 引く FA っていうのは、ここが FA でここが FB ですから、この傾きですね。この直線の傾きを言ってますよ。これがこれ。F'C っていうのは要するに A と B の間のどっか C っていうところで接線の傾きがこの傾きと等しくなるところが存在しますよってことですね。この傾きが等しくなるようなこの C っていうのが A と B の間に存在してこんな風に表せますよと。これが平均値の定理ですよと。で、これを使いましょうと。つまり今回この同じ形してますね。E の何とか乗引く E の何とか乗ですから、この括弧の中身、これじゃあ Y、fx っていうのを e の x 乗で取りましょう。そうすると、これっていうの、この括弧の中身っていうのは、f1 たす、1マイナス 2n 分の1たす 3n2 乗分の1と。こういうふうになってますよね、ここ。x にこれを代入したものですよと。で、マイナス f1 ですね。x に1を代入したのが e ですよと。これがこの括弧の中身ですよと。今この形。つまり b をこれで取りますよと。a をこれ1で取りますよと。そうすると、これ平均値の定理使いたいので、b-a っていうのを用意しましょう。つまり、1-2n 分の1足す 3n2 乗分の1、マイナス1ですね。これを用意してあげれば、この形ができますよと。で、これ勝手にこれを用意したので、今、これ n かける、これと等しくするために、これかける n があって、あとは、これを勝手に分母に用意したので、かける 1-2n 分の1、プラスの 3n2 乗分の1マイナス1ですね。こうしますよと。で、ここ計算すると1が削れて、こうなるわけですね。マイナス 2n 分の1足す 3n2 乗分の1ですよと。こうなります。これで、これと等しくなるよと。で、あとは、これで、今ここの部分がこの形をしているわけですから、これイコール f'c。つまり今 fx は e の x 乗で置いているので f'x っていうのは e の x 乗ですね。変わらないよと。で、これに c を代入したものが f'c ですから f'c っていうのは e の c 乗ですね。これが e の c 乗となるよと。かけるこれですね。こうなるよと。となるような c がこれとこれの間に存在しますよと。1-2n 分の1足す 3n2 乗分の1より大きくc っていうのが1より下。この範囲に、こうなるような c が存在しますよっていうのが平均値の定理から言えますよと。で、ここで n を無限大に飛ばしましょうか。結局最後 n を無限大に飛ばしたいと。
この値っていうのが今これですよと。で、これ n 無限大に飛ばすとどうなるかっていうと、n 無限大に飛ばすと、これは、ハサミ撃ちの原理から、これ無限大に飛ばすとここ00になって、c が1に飛ぶわけですね。c は1に行きますよと。ということは、ここ1に飛ぶわけですから、e になりますね。これが e になって、かける n 無限大に飛ばすと、これ n かけると、こう、消えて、こうなるよと。で、ここ0に行くので、マイナス2分の1。これかけるマイナス2分の1。つまり、マイナス2分の e になりますね。に収束しますよということが言えます。ということで、これ平均値の定理を使うことによって、ここの値っていうのは、n 無限大に飛ばすと、マイナス2分の e になりますよということが分かりました。で、同様の議論をすると、こっち側も一緒で、これも、まあ省略しますけど、マイナス2分の e に収束しますよということが言えて、これは、ハサミ撃ちの原理から、この値っていうのは無限大に飛ばすと、マイナス2分の e ですねということが言えて、これで、カッコ3はおしまいです。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。